馴染みのアマゾンで、まあ、物を販売する、まあ、ただし日本の商品を日本で売ったんだとね、えー、それはやってる人いくらでもいるんで、えー、なかなか儲かる商品見つかりません、まあ、ところが輸出と,輸出となればねやっぱ何からやっていいか分かんないとかめんどくさそうということで取り組んでる人が少ないんで日本で、えー、日本の商品を販売するはるかに輸出した方が儲かる商品が見つけやすいですそして今 ね、今までアマゾンがなかったオーストラリアにアマゾンが進出しました、ね、実はオーストラリアというのは、えー、世界で一番、ね、お金を使うのが大好きな国民世界で一番お金を持っている国民です、まあ、そこにね、えー、日本の、まあ、奴隷のような社畜の皆さんが安く提供してくれてる商品を持ってけば、ね、非常に高く売れて儲かりますそのためのマニュアルです まあね細かい目次はね、えー、全部読み上げると大変なんで省略しますけど、この目次ね、えー、内容を1ヶ月にわたって配信します。で週3回ね月水金配信しますんで、その配信されてきたものを、ね、課題取り組んでいくとね。ねもし もうすでに、えー、アカウントあるよとか、ね、配信内容より進んでいる方は、えー、マニュアルの全部を見れるリンクもついてますんでね、えー、そちらを見て、えー、試して、えー、分からないとこ質問していただくという形でも可能です。まあ、何しろね、週3回、えー、配信しますので、それに合わせて、えー、やってっ、えー、作業を進めれば、1ヶ月後にはオーストラリア,アマゾンで販売することが可能です。 そしてねオーストラリアアマゾン、まあ、オーストラリアに限らずアマゾンってねすごい、えー、進化のスピードが速いんでまあ本当に、えー、先週と今週のね、えー、NG 行為が違うとか、ねえー、NG だったのが OK になったあるいは、ね、OK だったのが NG になったというのが頻繁にあります、まあ、そういう情報を早くお届けするために週3回月水金、えー、サポートメルマガを配信してますそしてサポートサイトこれはね主にマニュアルの内容 なんかを載せてます。PDF なんかだとね、変化の早い Amazon には追いつかないんで、サイトで運営してます。そしてわからないことはチャットワークで、個別のチャットワークで回数無制限で質問可能と。この回数無制限で質問できないとね、マニュアルの内容が理解できないとか、マニュアルに書いてある画面と違う画面でできたという時にね、もうそこで止まっちゃいますけど、わからないところは聞けばきちんと お答えする。わかりやすく解説する記事なり、動画なり、えー、チャットワークでナビするなりで問題解決可能です。まあ、そのサポートでアカウントを登録して、銀行口座を開設して、ね、アマゾン輸出の準備をする。そして商品を探すんですけど、えー、まず、送れない商品ありますね。ね郵便局がそもそも輸送を引き受けない商品がある。まあ、それをまず学ぶ。それから、送れるけどオーストラリアでは扱えない商品があります。ね それを学ぶそして最後に Amazon で NG。輸送もできる。オーストラリアでも普通は売れるはず。ところが Amazon では販売することを禁止しているという商品もあります。この3つの NG 商品、これが分かれば、逆に言うとこれ以外の商品をで差額が取れて儲かる商品を見つけておくればいいというだけです。